一部の時間の週末ツタヤに行ってこれ借りよう。こんにちは、アシスタントの阿部明子です。今週はコラムニストのジェーン・スーさんにおすすめ映画のタイトルと見どころをお聞きする週末これ借りよう編です。どうも、伊集院光です。ジェーン・スーさん、この4月から、まあ、TBS の朝僕前半やって、その後ジェーン・スーさんがやることなんですけど、はい、一体何者なのかっていうことをよく知らない方もいるでしょ。特に僕なんかね、わかんないんですよ。TBS ラジオでジェーン・スー相談は踊るっていう番組が面白いってのは聞いてたんですけど、はい、面白いのなんか聞いたらこっちが揺らいじゃいますから無理して聞かなくしてますから。だからそこでもうお馴染んでる部分に関して僕全然知らないんですよジェーン・スーさん、僕外国の人だって本当に少し思ってましたからね、うんうんうん、少なくともハーフだと思ってましたからね。日本人なんですよね。そうなんですって、はい。でだからそのあたりも含めて、もちろん映画の話も含めてこの後お聞きしたいと思っております。よー、シャープ103、ジェーン・スーさん、東京都文京区出身。大学卒業後、大手レコード会社で宣伝マンとして活躍。メガネ販売会社での勤務などを経た後、2009年にコラムニストとしてデビュー。2015年には著書「貴様いつまで女子でいるつもりだ問題」で第31回講談社エッセイ賞を受賞されました。現在はコラムニストに加えて作詞家やラジオパーソナリティなど多方面で活躍されています。本日のゲストは TBS ラジオ「ジェーン・スー相談は踊る」でもおなじみ、ジェーン・スーさんです。さあ、お待たせいたしました。映画には一言も二言もあるゲストの方に、週末借りたいおすすめの一本、週末これ借りよう作品を伺います。今回のゲストはジェーン・スーさんです。よろしくお願いします。はじめまして。どうしますこれね、これね、ちょっと私もどうしようかなと思ってんですよ。僕の中ではあれですよ、はい、大沢優里の後継者、はい、あ的な流れはジェンスーの方ですからね。いやいやいや、そっちだからね、そっちだからね。お互いそのなんかあちちみたいな感じで一緒になれるって知らないんですけど、まずだってマムシを継いだのはそっちなんだから。まあまあそれはまあまあ TBS ラジオのとかラジオ界の、はい、顔だった大沢優里の UY とか終わり。ほいで、まあ、前半分が僕がやることになり、はい、後ろ半分がジェーン・スーさんがやることになり、マムシ問題っつって。いや、俺最初に噂で聞いてたのは、はい、マムシさんも優里さんと一緒に引退する説が強かったの。ああ、はい。ほいで、こっちからすれば、よかったマムシがいなくてって思った。だって俺は、もともと落語界の人間だから、そうですね。そういう意味じゃ、その、ラジオ界以上にマムシさんに対する、こう、恐れがあるんで、はい、結構こう、そんなこと思ってたら、俺まだやるよっつって。おっつって。どっちでやんのみたいな。そうですよね。私も最初それ分からなくて、はい。マムシさんはこちらにっていう。俺の方に？そうです。行くんだと思っていたら、はいはいはい。あなたよっていう話になって、はい。なんてまず呼ばれるんだろうとか。そうだよ。スーさん、おい、おい、ジェーン、ジェーン。ババアでいいんですけどね、ぶっちゃけ。だけど、ババアじゃない。おい、スーっていう呼び捨てなのか。僕ができないのは、はい。暴走してるマムシさんを、ユーリさんは切れるじゃん。平気で切れるじゃん。そうですよね。マムシさんも勝手に喋ってていただいて、みたいな曲ですっていけるじゃん。はい、俺無理なのよ。絶対無理なのよ。私だって無理ですよ。やんだよ、そっちは。いや、私後で調整します。おい、マムシとか言うんだよ。言わ、止まんねえ。あのおっさん止まんねえんだから。これはやっぱり、何かしら、伝授してもらった方がいいと思うんですよね。あ、ユーリさんから、マムシさんの止め方とか。その、マムシカッターみたいなものを、こう、なんていうんですか、伝授してもらって。マムシカッターってさ、ハブ取り機みたいな、そういうイメージだよね。マムシさんをどうにか巻き取るやつを。で、そのお免状をいただいて、そうだね。この人にはお免状渡したからやってもいいんだよと。マムシ捕獲士としてのお免状をもらって。ちょっとあんた、ポット出ないのに何やってんのって言われたら、いやもう。免許をこうパッと見せて首からぶら下げて。私捕獲士としての資格がございますんで。私はマムシをある程度雑に扱ってもいいという免許をユーリさんからもらっていますっていう。そうです。あれが欲しいですね、それが。で、まあ、顕著なところではそのマムシ問題ですけども、はい、それ以外のことも俺らこれから多分、ああ、ユーリさんの方が良かったなとか言われるでしょう。絶対言われますよ。
お互いそういうの上手に押し付け合っていきましょうね。そうですね。どっちが悪いって言ったらあっちがっていうのをこう、お互いがいないときに。それは向こうの窓口の方に抗議お願いしますをうまくキャッチボールすることで、ね、なんとかしたいですね。これね。あそこと比べられたってね。いや、もう全然無理ですよ、そんなの。お色気大賞できる？おい、無理ですよ。100% 無理ですよ。お色気大賞にほがらかに笑えないもの、私。そうなのよ。そこですよね。なんかね、いい位置なの。ゆうりさんは、大人のおちんちんの話をしてる。俺ができるのは男性器の話だね。そうするともう違うんだよ。もうほら、今、昼としては。ね、違いますね。今から、こういうコーナーをやろうとか、そういうのって決めたりしてます、はい、まだちゃんとは決まってないです。なんか、いろいろやらなくちゃいけないことがあって、私、座ってたらこれ終わるんじゃないかっていう説が。そうなの。あの深夜のラジオとか平気で1時間とか30分とかわーって喋っちゃうけど、そういう時間帯はないですよね。ないんだよね。ずーっともう細かいいっぱいなんかこう関東ロムスみたいなダーってあって、うん、ここからはこういうスポンサーのこういう意向を組んだこういう情報を出してくださいがあったりとか、あと交通情報は絶対押さないでほしいとか。TBS ってね、うん、深夜すごい自由なの、うん、そうですよね。リスナーの方が嫌だと言わない限りは夜中の1時から2時の間に4本 CM を入れてくれればいいです。4本、まあ CM ゾーンを4本。だから変な話、バーって喋っちゃって、はい、連続で8分 CM でもルール的にはいいの。へぇー。でも昼違うよね。ここで15秒 CM を入れてくださいとか、この時間に必ず交通情報を入れてくださいみたいなのがあって。じゃあ夜に慣れちゃってる方には、ちょっと窮屈なところもあるかもしれない、ね。やめる？もうやめる。私ね、ここでやめたら、どこにももう上がれないと思うんですよ。それ絶対そうだよね。伊集院さんは多分それがニュースになると思うんですけど、私はただ、土左衛門っていうだけになると思うんで。変死体そう、変死体。ジャスト変死体で終わっちゃうので、これだけど、はい、ニュースになるからこそ、予想はもう使ってくれないじゃん。なるほど。そうじゃん。ひっそり死んでも、ひっそりゾンビ化して生き返れるじゃん、そっちは。あ、まあ、そしたら二人でなんかやりませんか？そうだね。二人でコミュニティ FM を立ち上げよう、もう。そうしましょう。何の話をしてんだよくわかんなくなってきた。さあ、ダメだった時の前後作が決まったところで、はいはい、まあ、映画の話ということで、はい、今回、何ですか？推薦映画。今回ですね、はい、ファミリーツリーという2012年かな？新しめ。はい。映画なんですけど。うん、ファミリーツリー。舞台はハワイ。ジョージ・クルーニー演じるオアフ島出身の弁護士マット・キングは、美しい妻と2人の娘たちの家族4人で何不自由なく暮らしていました。しかしボート事故で妻が昏睡状態になったことをきっかけに、様々な家族の問題が発覚します。家庭崩壊の危機に直面した父と2人の娘の再生を描いた作品です。ざっくり話すとですね、ハワイの、うん。いけてない話なんですよ。ごめんなさい。ハワイの、いけてない話。そもそも日本人にとっては、憧れのハワイ航路時代から、ハワイといえば楽園。はい。もうすべていいことが起こる。はい。最近だともうスピリチュアルとかで、はい。もう、この世にこれ以上のところはないっていう意識はまだ強いじゃないですか、うん、私たちにとって。だってずっと芸能人になってもハワイ行けなかったのは、俺行けなかった。はいはい。理由は、浮かれてんじゃねえっていう、自分の中にハワイに行くイコール浮かれてるから、お前は浮かれてる場合じゃないだろうって意識が強かったから。わかります。ハワイに行くイコール浮かれることだもんね。そうです。あっち側に行くっていうか。そうでしょ。何勘違いしてんのっていうこと。私も31、2ぐらいまでちょっと抵抗してました。だからむしろ、ある程度おっさんになって、今更初めてのハワイに浮ついている俺っていうことを笑ってもらえないと、むしろラジオパーソナリティはいけませんみたいなとこが、未だにハワイだけど。そこのハワイで行けてない人たちがいるっていうことをまず、まあ、でもよく考えたら当然なんですよ。ハワイにいる人全員が、こう、ハッピーな人たちばっかりなわけがないじゃないですか。よく考えれば。だってね、そんな浮かれてはいけない仕事の人もいれば、そうなんですよ。向きじゃない人だって絶対、いるはず。向きじゃなくてもそこに生まれたからって人もいるから。おっしゃる通り、そこに、ジョージ・クルーニーが、弁護士をやってるんです。うん、出だしから、うん、あ、ハワイ行ったらみんなどうせね、こうキラキラしてると思うけど、うん、俺なんかもう15年サーフィンやってないよっていうぼやきから始まるんですよ。で、奥さんがスポーツ系のジェットスキーで、うん、頭打ちって今昏睡状態なんですよ。あらら、あ、それこそ逆に言うと奥さんの方はマリンスポーツの負の面っていうか、そうなんです。が出てる人なんだよね。そうなんです。うんうん、で、娘が二人いるんですけど、うん、両方問題児。うん。うん、で、娘には、
今さら何言ってんの、あんたずっと仕事してて私たちのことなんか知らないでしょ的な扱いを受け、はい、で娘さんにポロッと、お父さん何も知らないけどお母さん浮気してたわよっていうところぐらいまでが前半なんですよ。すげーな、っていうそのつかみ、はい、ハワイさえなければそうなんですよ。ハワイさえなければ東京でだったらまあ怒ってそうじゃない、なんかそれがハワイで怒るのがちょっと味噌というかいいとこ、ね、面白いとこなんだ、うん、な感じだったのが、うんうん、全面ただここまでの中でもずーっとハワイの海は出てるし、うん、ハワイミュージックがかかってるんですよ、うん、っていう中でそうかそうか誰にだって影はあるよなみたいなところから始まって、はい、まあおすすめの1個目としてはポイント3つのね、ポイント3つのおすすめの1個目としては、はいはい、ジョージ・クルーニーがかっこよくない。すごい、それもまた違和感なんだ。これね、気持ちがスッとするんですよ、うん、私もそれで自分自身がいかにルサンチマンが溜まってるかってよく分かったんですけど、はいはい、ジョージ・クルーニー、あのジョージ・クルーニーがかっこよくないっていうことで、うん、こんなにも気持ちがスッとする瞬間がある。で、それはもうちゃんとかっこよくないの。走るシーンが2回あるんですけど、はい、走るシーンが2回ともかっこ悪いんですよ。え？ベタ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 って走るんです、ジョージ・クルーニーが。そう、大事だよね。そう、俺ね思うんだけど、そういう男前があえてかっこよくない役や汚れ役にチャレンジすることってあるじゃないですか、はい、だけど事務所の意向なのか本人の意識なのか要所要所、うん、僕はかっこいいんだけどあえてかっこよくない役をやってます感出てるやつってあるじゃないですか。すごいわかりますねえねえ、ねね、俺今女子会議参加した感じだったけどねえ、ねね、あるねー、ありますあります。あれ一周してムカつくじゃん。もう超ムカつきますよ。そこはちゃんとジョージ・クルーニーは感じさせない。ベタ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 って走る。うわぁ、おっさん、かっこ悪いって感じだって。そうなんです。へぇー。で、顔は確かにかっこいいんですけど、うん、基本的にどんどん情けない話、彼が知らなかった実情みたいなのを100本ノックでやってくるんで、うん、笑ってる顔がほとんどなんですよね、やっぱりね。へぇー。で、かといって、難関を背負って、俺がこれを解決しないと地球が、みたいな話でもないんで、うん、お前がただひたすら困ってるっていう。へぇー。やっぱ娘とかですごい邪険に扱われたりして、うん、はい、あ、確かに娘にとってお父さんかっこいいかっこいいとかあんま関係ないなっていうのもあって、そこがあまりにも気持ちがいいというか、気持ちいい、見ていてなるほどねって思ってるんですけど、そのうちに、まあ二つ目、はい、ハワイの知らないところっていうことで、うん、なんとこのジョージ・クルーニーは、カメハメハ大王の遠い子孫っていうんですか、っていう設定なんですよ。カメハメハ大王が、先祖にいるということはどういうことかというと、うん、まあ、いろんな昔の歴史があって、ハワイのカウアイ島だったかなに広大な土地を一族で持ってるんですよ。うん、ただそれが売りましょうという話になっていて、うん、それの代理人みたいなのも彼が弁護士だからやってるんですよ。うん、もちろん親族の中には高いところに売って、うん、ホテルにして何とかにして何億って入ってくるのがいいじゃないかって、うん、とにかく金だよ。とにかく金だっていう人もいれば。もちろん反対して自然を残しましょうっていう人もいたりして、試されるんですよね、彼は。へー。で、いとこをこうまとめていかなくちゃいけないっていうのが、奥さんの昏睡状態と並行して話が進んでいくんですよ。めんどくさいね。ジョージ・クルーニー今めんどくさいとこ立たされてるね。かっこよくなってる暇がないんですよ、だから。そっか。三つ目は？で、三つ目が、愛ってなんだろうっていうところで、急に来るんですよ。愛ってなんだろう？奥さんが昏睡状態だけど、娘から浮気してたのよって言われるっていうところがあったじゃないですか。はいはい、そうすると、やっぱり相手が誰なのかとか、俺は何のために働いてたんだとか、いろいろこう気持ちがぐるぐる、ジョージ・クルーニーの中になって、うん、ちょっと先の話になってネタバレまではいかないんですけど、うん、ま、当然相手を探しますわな。探しますよ、はい。で、探していく過程で、まあ皮肉なもんですね。娘との距離が近づいていったりするんですよ。うん、へえ。もうちょっと面白そうだね。なんか、うん、その感じもすでに聞いてて面白そう。で、そのあたりでまたジョージ・クルーニーがペタ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 って走るシーンがあるんですけど。もう見どころの人とペタペタになってるからね、もうすでにね。台のペタペタがあって。はい。で、じゃあ土地どうすんの？売るの？売らないの？うん。奥さん。うん。尊厳死を望んでるっていう生前のカードが出てきました。うん、生命維持装置外しますよ、もう。うわぁ、もうなんかこれだけでもすでにかなり面白いポイント、うん。はい。見たいですね。見たい。なんか、久々だよ、はい、こんなに安倍さんの食いつきのいい映画。あ、よかった、よかったです。
そうですね。なんかね、すごい暴力で煮められたような韓国映画とかを提示されてきて、はい、最近参ってるんで。はい、そうですか。はい。前のめりです、今。よかったです。はい、で、最後に、どうするかっていう、家族がどうなるかっていうのも、なかなか見物なんで。わかりました。最後一緒に嫌な女が出てきます。それだけ。もうさ、あの、ラジオパーソナリティみんなそういう病気にかかるけど、もう言いたくてしょうがないでしょ。ね、もうちょっと言いたい、もうちょっと言いたいでしょ。これ以上言うと多分全部言っちゃいますから、追い出したいと思います。この映画をちゃんと見て、2週間後感想戦をしましてですね、あとはマムシ問題を勝手に片付けてください。頑張ります。さあ、まあ、次回登場の時には、はい、もうかなりその新番組のことも喋れるようになってると思いますので。そのはずですね。お互い対策会議を。はい、あの、ぜひいろいろご教示いただけるとありがたいので。いやいや、何をおっしゃってるんですか、こちらこそ。いや、ね、もう先輩ですから。あの、ゆうりさんの後を継ぐのはジェンスーさんだよ、もう。そうはおっしゃってももうそれは、はい、もう帰ってください、ジェンスーさんでした。ありがとうございました。安倍さんはジェーン・スーさん初めて初めてでよくスーさんスーさんって言われてるじゃない、うん、でも僕はジェーン・スーさんっていうイメージだからその名前の響きから来るハーフのジェーン・スーさん、うんね、コラムで賞とかも受賞してて、はい、っていうイメージを勝手に多分今となってはどういう感じだったか忘れちゃって頭の中にこう描いてるから、うん、スーさんっていう言い方なジェーンさんじゃないのと思ったけどお会いしたらねスーさんだってまあ誰にも愛される感じの雰囲気のね、うん、はい、で2人がすげえ盛り上がってるの見てわなんか女子会とかお母さんの会とかになんか同席した感じでね、うん、なんか壁を感じないというか、うん、すごく魅力にあふれた女性でしたね。で喋ってる内容もすごいワクワクするっていうか、うん、だってこの映画もうすごい面白そうだもんね、はい、ということでジェーン・スーさんがおすすめしてくださった映画はハワイを舞台にした家族の物語ファミリーツリーということで、もう見るの楽しみなんで、うん、ぜひ皆さんもですねご覧いただいた上で2週間後先週あれ見たよ編にお付き合いくださいということでこの時間のお相手は阿部明子と伊集院光でした。世紀の話だねそうするともう違うんだよもうほら今昼としては、ね、違いますね。今からこういうコーナーをやろうとかそういうのって決めたりしてます、はい、まだちゃんとは決まってないです。なんかいろいろやらなくちゃいけないことがあって私座ってたらこれ終わるんじゃないかっていう説が。そうなの。あの深夜のラジオとか平気で1時間とか30分とかわーって喋っちゃうけど、はい、そういう時間帯はないですよね。ないんだよね。ずーっともう細かいいっぱいなんかこう、関東論争みたいな、ダーってあって。うん。そこからはこういうスポンサーの、こういう意向を組んだ、こういう情報を出してくださいがあったりとか、あと交通情報は絶対押さないでほしいとか。そうですね。TBSってね、うん、深夜すごい自由なの。うん、そうですよね。リスナーの方が嫌だと言わない限りは、夜中の1時から2時の間に4本 CM を入れてくれればいいです。4本、うん、まあ、CM ゾーンを4本。だから、変な話、バーって喋っちゃって、はい連続で8分 CM でもルール的にはいいの。へぇー。でも昼違うよね。ここで15秒 CM を入れてくださいとか、この時間に必ず交通情報を入れてくださいみたいなのがあって。じゃあ夜に慣れちゃってる方には、ちょっと窮屈なところもあるかもしれないです、ね。やめる？もうやめる？私ね、ここでやめたら、どこにももう上がれないと思うんですよ。それ絶対そうだよね。伊集院さんは多分それがニュースになると思うんですけど、私はただ、土左衛門っていうだけになると思うんで。変死体で。そう、変死体。ジャスト変死体で終わっちゃうので、これだけど、はい、ニュースになるからこそ、よそはもう使ってくれないじゃん。なるほど。そうじゃん。ひっそり死んでも、ひっそりゾンビ化して生き返れるじゃん、そっちは。まあ、そしたら二人でなんかやりませんか？そうだね。二人でコミュニティ FM を立ち上げよう、もう。そうしましょう。何の話をしてんのよくわかんなくなってきたんですけど。さあ、ダメだった時の前後作が決まったところで、はい、まあ映画の話ということで、はい、今回何ですか？推薦映画。今回ですね、はい、ファミリーツリーという2012年かな？新しめ。はい。映画なんですけど。ファミリーツリー。舞台はハワイ。ジョージ・クルーニー演じるオアフ島出身の弁護士マット・キングは美しい妻と2人の娘たちの家族4人で何不自由なく暮らしていました。しかしボート事故で妻が昏睡状態になったことをきっかけに様々な家族の問題が発覚します。家庭崩壊の危機に直面した父と2人の娘の再生を描いた作品です。ざっくり話すとですねハワイの、うん行けてない話なんですよ。ごめんなさい。ハワイの
行けてない話。そもそも日本人にとっては憧れのハワイ航路時代から、ハワイといえば楽園。はい。もうすべていいことが起こる。かっこよくないの？走るシーンが2回あるんですけど、はい、走るシーンが2回ともかっこ悪いんですよ。え？ペタ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 って走るんです、ジョージ・クルーニーが。そう、大事だよね。そうですね。俺ね、思うんだけど、そういう男前があえてかっこよくない役や汚れ役にチャレンジすることってあるじゃないですか。はい。だけど事務所の意向なのか本人の意識なのか、要所要所、うん、僕はかっこいいんだけど、あえてかっこよくない役をやってます感出てるやつってあるじゃないですか。すごいわかります。ねえ。ねえ。ねえ。俺今女子会議参加した感じだったけど、ねえ。ねえ。あるねえ。ありますあります。あれ一周してムカつくじゃん。もう超ムカつきますよ。そこはちゃんとジョージ・クルーニーは感じさせない。ベタ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 って走る。うわ、おっさんかっこ悪いって感じだって。そうなんです。へぇ、顔は確かにかっこいいんですけど、うん、基本的にどんどん情けない話、彼が知らなかった実情みたいなのを100本ノックでやってくるんで、うん、笑ってる顔がほとんどなんですよね、やっぱりね。へぇ、で、かといって、難関を背負って、俺がこれを解決しないと地球がみたいな話でもないんで、うんうん、お前がただひたすら困ってるっていう。へぇ、やっぱ娘とかですごい邪険に扱われたりして、うん、はい、あ、確かに娘にとってお父さんかっこいいかっこいいとかあんま関係ないなっていうのもあって、そこがあまりにも気持ちがいいというか、気持ちいい、見ていてなるほどねって思ってるんですけど、そのうちに、まあ二つ目、はい、ハワイの知らないところっていうことで、うん、なんとこのジョージ・クルーニーは、カメハメハ大王の遠い子孫っていうんですか、っていう設定なんですよ。カメハメハ大王が、先祖にいると。いうことはどういうことかというと、うん、まあ、いろんな昔の歴史があって、ハワイのカウアイ島だったかなに広大な土地を一族で持ってるんですよ。うん、ただそれが売りましょうという話になっていて、うん、それの代理人みたいなのも彼が弁護士だからやってるんですよ。うん、もちろん、親族の中には、高いところに売って、うん、ホテルにして何とかにして何億って入ってくるのがいいじゃないかと。とにかく金だよ、とにかく金だっていう人もいれば、もちろん反対して自然を残しましょうっていう人もいたりして、うんうん、試されるんですよね、彼は。へー。で、いとこをこうまとめていかなくちゃいけないっていうのが、奥さんの昏睡状態と並行して話が進んでいくんですよ。めんどくさいね、ジョージ・クルーニー。今めんどくさいとこ立たされてるね。かっこよくなってる暇がないんですよ、だから。そっか。三つ目は？で、三つ目が、愛ってなんだろうっていうところで、急に来るんですよ。愛ってなんだろう、奥さんが昏睡状態だけど娘から浮気してたのよって言われるっていうところがあったじゃないですか、はいはいはい、そうするとやっぱり相手が誰なのかとか、はい、最近だともうスピリチュアルとかで、はい、もうこの世にこれ以上のところはないっていう意識はまだ強いじゃないですか、私たちにとって、うん、だってずっと芸能人になってもハワイ行けなかったのは、俺行けなかった、はいはい、理由は浮かれてんじゃねえっていう、自分の中にハワイに行くイコール浮かれてるから、お前は浮かれてる場合じゃないだろうって意識が強かったから。わかります。ハワイに行くイコール浮かれることだもんね。そうです。あの、あっち側に行くっていうか。そうでしょ。何勘違いしてんのってこと。私も31、2ぐらいまでちょっと抵抗してました。だからむしろ、ある程度おっさんになって、今更初めてのハワイに浮ついている俺っていうことを笑ってもらえないと、むしろラジオパーソナリティはいけませんみたいなとこが、未だにハワイだけど。そこのハワイで行けてない人たちがいるっていうことをまず、まあ、でもよく考えたら当然なんですよ。ハワイにいる人全員が、こう、ハッピーな人たちばっかりなわけがないじゃないですか。よく考えれば。だってね、そんな浮かれてはいけない仕事の人もいれば、そうなんですよ。あの、向きじゃない人だって絶対、いるはず。向きじゃなくてもそこに生まれたからって人もいるから。おっしゃる通り、そこに、ジョージ・クルーニーが弁護士をやってるんです。うん。出だしから、うん、あ、ハワイ行ったらみんなどうせね、こうキラキラしてると思うけど、うん、俺なんかもう15年サーフィンやってないよっていうぼやきから始まるんですよ。で、奥さんがスポーツ系のジェットスキーで、うん、頭打っちゃって今昏睡状態なんですよ。あらら、あ、それこそ逆に言うと奥さんの方はマリンスポーツの負の面っていうか、そうなんです。が出てる人なんだよ。そうなんです。うんうん、で、娘が二人いるんですけど、うん、両方問題児。うん。で、娘には、今更何言ってんの？あんたずっと仕事してて、私たちのことなんか知らないでしょ？的な扱いを受け。はい。で、娘さんにポロッと、お父さん何も知らないけど、お母さん浮気してたわよ。っていうところぐらいまでが前半なんですよ。すげえな。っていう。そのつかみ。はい。ハワイさえなければ。そうなんですよ。ハワイさえなければ、東京でだったらまあ怒ってそうじゃない？なんか。それがハワイで起こるのがちょっと、
味噌というかいいとこ、ね、面白いとこなんだ、うん、な感じだったのが、うんうん、全面ただここまでの中でもずーっとハワイの海は出てるし、うん、ハワイミュージックかかってるんですよ、うん、っていう中でそうかそうか誰にだって影はあるよなみたいなところから始まって、はい、まあおすすめの1個目としてはポイント3つのね、ポイント3つのおすすめ1個としては、はいはい、ジョージ・クルーニーがかっこよくない、すごい、それもまた違和感なんだ。これね、気持ちがスッとするんですよ、うん。私もそれで自分自身がいかにルサンチマンが溜まってるかってよく分かったんですけど、はいはい、ジョージ・クルーニー、あのジョージ・クルーニーがかっこよくないっていうことで、うん、こんなにも気持ちがスッとする瞬間がある。で、それはもうちゃんとか。一部の時間の週末ツタヤに行ってこれ借りよう。こんにちは、アシスタントの阿部明子です。今週はコラムニストのジェーン・スーさんにおすすめ映画のタイトルと見どころをお聞きする週末これかりよう編です。どうも伊集院光です、ジェーン・スーさんこの4月から、まあ、TBS の朝僕前半やってその後ジェーン・スーさんがやることなんですけど、はい、一体何者なのかっていうことをよく知らない方もいるでしょ。特に僕なんかね分かんないんですよ。TBS ラジオでジェーン・スー相談は踊るっていう番組が面白いってのは聞いてたんですけど、はい、面白いのなんか聞いたらこっちが揺らいじゃいますから無理して聞かなくしてますから。だからそこでもうお馴染んでる部分に関して僕全然知らないんですよ。ジェーン・スーさん僕外国の人だって本当に少し思ってましたからね、うんうんうん、少なくともハーフだと思ってましたからね。日本人なんですよね。そうなんですって、はい、でだからそのあたりも含めてもちろん映画の話も含めてこの後お聞きしたいと思っております。シャープ103ジェーン・スーさん東京都文京区出身。大学卒業後大手レコード会社で宣伝マンとして活躍。メガネ販売会社での勤務などを経た後2009年にコラムニストとしてデビュー。2015年には著書貴様いつまで女子でいるつもりだ問題で第31回講談社エッセイ賞を受賞されました。現在はコラムニストに加えて作詞家やラジオパーソナリティなど多方面で活躍されています。本日のゲストは TBS ラジオジェーンスー相談は踊るでもおなじみジェーンスーさんです。さあお待たせいたしました。映画には一言も二言もあるゲストの方に週末借りたいおすすめの一本、週末これ借りよう作品を伺います。今回のゲストはジェーン・スーさんです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。どうしますこれねこれねちょっと私もどうしようかなと思ってんですよ。あの僕の中ではあれですよ、はい、大沢優里の後継者、はい、あ的な流れは、ジェンスーの方ですからね。いやいやいや、そっちだからね、そっちだからね。お互いそのなんかあちちみたいな感じで一緒に流れてるじゃないんですけど。まずだってマムシを継いだのはそっちなんだから。あ、まあまあそれはまあまあ TBS ラジオのとかラジオ界の顔だった大沢優里の UI とか終わり。はい、それでまあ前半分が僕がやることになり、はい、後ろ半分がジェンスーさんがやることになり。マムシ問題っつっていや俺最初に噂で聞いてたのは、はい、マムシさんもユーリさんと一緒に引退する説が強かったの。あ、はい、でこっちからすればよかったマムシがいなくてって思ったんだって。俺はもともと落語界の人間だから、そうですね、そういう意味じゃラジオ界以上にマムシさんに対するこう恐れがあるんで、はい、結構こうそんなこと思ってたら俺まだやるよっつっておっおっつってどっちやんのみたいな。そうですよね、私も最初それ分からなくて、はい、マムシさんはこちらにっていう、俺の方に、そうです、行くんだと思っていたら、はいはいはい、あなたよっていう話になって、はい、なんてまず呼ばれるんだろうとか。そうだよ、スーさん、おいおい、ジェーンジェーン、ババアでいいんですけどね、ぶっちゃけ。だけどおいスーっていう呼び捨てなのか。僕ができないのは、はい、暴走してるマムシさんを、ユーリさんは切れるじゃん。平気で切れるじゃん。そうですよね。マムシさんはもう勝手に喋ってていただいて、みたいな曲ですっていけるじゃん。はい、俺無理なのよ。絶対無理なのよ。私だって無理ですよ。やんだよ、そっちは。いや、私後で調整します。おい、マムシとか言うんだよ。言わ、止まんねん。あのおっさん止まんねんだから。これはやっぱり、何かしら、伝授してもらった方がいいと思うんですよね。
あ、ゆうりさんから、ゆうりさんから、まむしさんの止め方とか。その、まむしカッターみたいなものを、こう、なんていうんですか、伝授してもらって。まむしカッターってさ、ハブ取り機みたいな、そうそういうイメージだよね。まむしさんをどうにか巻き取るやつを。で、そのお免状をいただいて、そうだね。この人にはお免状を渡したから、やってもいいんだよと。まむし捕獲士としての、お免状をもらって。ちょっとあんた、ポットデラに何やってんのって言われたら、いやもう、免許をこうパッと見せて首からぶら下げて。私捕獲士としての資格がございますんで。私はマムシをある程度雑に扱ってもいいという免許をユーリさんからもらっていますっていう。あれが欲しいですね、それが。で、まあ、顕著なところではそのマムシ問題ですけども、はい、それ以外のことも俺らこれから多分、ああ、ユーリさんの方が良かったなとか言われるでしょう。絶対言われますよ。お互いそういうの上手に押し付け合っていきましょうね。そうですね。どっちが悪いって言ったらあっちがっていうのをこう、お互いがいないときに。それは向こうの窓口の方に抗議お願いしますをうまくキャッチボールすることで、ね、なんとかしたいですね。これね。あそこと比べられたってね。いや、もう全然無理ですよ、そんなの。お色気対象できる？おい、無理ですよ。100% 無理ですよ。お色気対象にほがらかに笑えないもの、私。そうなのよ。そこですよね。なんかね、いい位置なの。ゆうりさんは、大人のおちんちんの話をしてる。俺ができるのは男性。